もう一度作り直さない、一から作っていくっていうような過程になるんだと思います。さらにそこの中でこの国会って話になるなら、それにふさわしいこの法制度っていうのをね、きちんと作っていかなきゃならないっていうことになるだと思うんですよ。でこれって今結構積み残したと言いながら、まずすごいたくさん課題があるので、そういうこうそれを一つ一つ作っていくってことなんだと思います。で、そういった中でこのコロナ対策のコロナ病気疾患としてのコロナにまずは対応していって、そのきちんと制御していくっていうのと同時に、今度は経済としては先ほど言った通り、その限界に達してますからね。限界に達していてるのをきちんと支援しつつ、同時にまあこれちょっと言うと怒られるのかもしれないですけど、私は弁護士ですから破綻処理ってよくやるんですよ。で、破綻処理って実はすごく重要で、もうどうにもならなくなってしまったものって破綻した方が誰にとっても幸福って言いますかね、誰にとっても利益なんですよ。要するに破綻してしまった経営者の方々にあまりこう過大な負担をかけないで、うまく破綻を処理して、で次のスタートを切っていただくっていうスキームが必要なんだと思います。これもうそのスキームって今十分でないと思うので、十分な支援と同時にこうこれからどうしても生じてしまう破綻処理スキームみたいなもの、それは行政なり立法なりがもう一生懸命作っていくしかないと思いますね。で同時に今度は経済としては、その先ほど言った通り、この新型コロナってなくならない、コロナってウイルスなくなりませんから、ずっとコロナに対応していける、私ウイルスコロナって言葉は嫌いなんですけれども、ちゃんと制御する前提ですから、きちんと制御するって前提ですけれども、きちんと制御するってことはこうある種やっぱりリモート経済みたいなものがずっと続くんだと思うんですよね。必ずしもやっぱり昔みたいにこうなんていうか、すごくインバウンドが来てっていう世界じゃない、みんながいろんなことをリモートでやるって経済になっていくわけなので、そのリモート経済に対応していく支援みたいなものもね、しなきゃいけないと思います。でさらに、その中でとはいえ先ほど言った市場の取り合いって言いますか、新しく生まれてくる需要に対して世界の、サプライチェーンの再構築だったり市場の取り合いみたいなものが起こるわけですから、それに対してもやっぱり積極的な支援ですね、国としては積極的な支援しなきゃいけないんだと思います。ということで、すみません、本当には駆け足になっちゃいました、ちょっと時間オーバーしてますけれども、ということで、そのアフターコロナって政治課題はものすごく多いんだと思うんです。で、いろんなものを作り直して作り直しながら、でも本当にこう皆さんが安心して暮らせて、でもやっぱりね、私はちっちゃく暮らすのは嫌いなんですよ、本当申し訳ないですけど、そういう意見の方に申し訳ないですけど、みんなが安心して暮らせるけど、でもやっぱり日本は世界の中でトップであるべきで、世界の中でその最も豊かな国の一つであり続けるべきだと。そのために日本自体が変わっていかなきゃいけないし、そのためには、まずもって科学的な政策立案に基づいて政治決断できる政治を実現しなきゃいけないと思うんです、ね、だから菅さんでそれできなかったわけですよ正直言って、ものすごくなんかこう新型コロナに対する科学的知見というものを全然取り入れずに、ひたすら自分のなんかこう古い思いでやり続けたのが、破綻の最大の原因だろうと思うんですが、ちゃんと科学的な政策立案に基づいてそれを実行できる政治が実現できなきゃいけないと思います。でさらにそれを実行するには、なんかこうちょっと期待したりしますけれども、新型コロナって何せやっぱり国民の、ね、行動にすごく依拠しますから、国民の納得を得なきゃいけないし、さらに先ほど言ったみたいな、なんていうかこう、ある種リモート経済の対応であるとか破綻処理とか、大きな国立の医療機関を持つとか、国自体がその IT の機関を一定規模の IT 機関を持ち続けるとかって、国の在り方の変更ですから、それって国自体、国や政治が国民にすごく丁寧に説明しなきゃいけないと思うんですね。ただ説明できる政治ってものがなければいけないんだと思います。で、菅さんそれもできないのは当然、ね、できなかったわけです。全く説明がなくて、だからその国民の理解を得られなかったんだと思うんです。でそして最後にはやっぱりその、今本当に話は一緒になったと申し訳ないんですけれども、変化を変われる政治って言いますかね、菅さん実在力あるようで実は全然なかった、変わろうとしたようで変われなかったとか、自民党政治そうだと思うんですけれども、GoTo なんか典型ですけども、ひたすらなんか旧来のこう旧来業界支援なんですよ、あれ旧来のその
こう観光業界そのまま維持するためにそのまたダビダビお金を振り込むみたいなことをずっとし続けてきて、新しい状況に対応しようというのはなかったわけです。その IT もそうだし医療業界もそうだし、だからちゃんと変化を決断できる政治っていうのを作っていかなきゃいけないんだと思います。で、あの最後これでいくんですけど、最後がですね、それをできるのはあのやっぱり政権交代だとね、あのそれをできるのはですね、やっぱり立憲パートナーズの皆さんのご支援をいただいてですね、あの松原仁先生をはじめ、あの並木先生方に、あのあれですか、あの長妻先生や蓮舫先生や安倍先生来られたんですかね、あの皆さんに頑張っていただいてですね、あとちなみに私もちょっと頑張っていただいて、まあ、政治そのものを変えていくことだというふうに思います。なので、あのぜひですね、この新型コロナを契機として、あのもちろんあの新型コロナ自体はもちろん大変なことだし、それで亡くなった方は、ね、亡くなった方は本当に辛い思いされたと思うんですけれども、それはなんていうか、あの人間転んではもうただただ落ちちゃいけないって言いますか、これを契機として日本が新しく生まれ変わってですね、新しい時代に対応して、やっぱりその世界のトップを走り、それのもちろん世界だよね、で国内では本当にみんなが安心して、あのそして豊かに暮らせる、あの日本を実現していければというふうに思います。あの本当にいろいろトラブルもありですね、ちょっとあの一生懸命作ったものがあんまり活かせなくて、私自身もちょっとあの悲しかったんですけれども、で私の顔もあんまり見てもらえずに悲しかったんですけれども、そんなことで私のお話をさせていただければと思います。あの本当にあの真っ暗な画面でご清聴いただきまして大変ありがとうございました。ありがとうございました。なんかいろんな話を聞けて残念、申し訳ございません。本当にあの機会で、私も機会は分からないんですけれどね、あのもうちょっとのパワーポイントでしたっけ、50枚をね、あの残念ながらお配りになってお願いします。残念ながらなんですけれど、あの本当にコロナで変化を決断できる政治をぜひ、あの米山先生にもぜひよろしくお願いいたします。品川からラブコールを送っておりましたので、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれ私対してよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼いたします。それでは、何かいろいろアクシデントはございましたが、記念講演をここで終わらせていただきまして、先ほど、すいません、途中になりましたが、パートナーズ、品川の会の続きをやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、神田美津美さん、先ほどの話の途中で、そもそもあの立憲民主党の立憲パートナーズの目的というのは、国民と政治家がパートナーシップを結び、共に実現すべき社会に向かって議論し、行動するネットワークだ、これを実現するために作っている組織だというふうに謳っています。これは規約にも書いてある内容です。私たちがこの品川の会の設立をする最大の目的は、この立憲パートナーズの理念に賛同できるからなんです。それを実現し、共にやっていく、そういった会としてパートナーズ品川の会を、設立したいと思います。名称につきましては、パートナーズ、仮に作った5月にこの活動を始めたんですけれども、当時は、立憲パートナーズ品川の会という名前でやっておりました。ただ多くの意見の中からですね、立憲がなくてパートナーズ品川の方が参加しやすいと、よりいろいろな人に声をかけやすいという意見などもありましたので、立憲パートナーズ品川からパートナーズ品川という形に名称を、決定したいと思っているんですけれども、皆さんいかがでしょうか。で、あの名称の方は、名称は、パートナーズ品川の会、それから、設立を決定したということになります。ありがとうございます。で、この会の最大の目的というのは、皆さん方の声を安倍先生などの政治家の方とつないでいく、政党とつないでいって思いを伝えていく、その媒介となることです。で、政治家の先生たちもやはり非常に忙しいので、
何でもかんでもお任せでやってくれるっていうわけにはいかないんですね。ですから私たちの方もそのように先生たちと協力できるようなまさにパートナーとして、一緒にやっていけるように、やっていく、その翻訳というか通訳というかそういった役割になっていくように活動したいと思ってますので、決して政党立憲民主党の下請けとかそういった形のものではありませんので、あくまでもパートナーとして私たちの実際の生活に困っていることとかそういったものを私たちの言葉をまとめて、伝えていく、その伝えていったものが私たちまたどのように返ってくるのかというものを、たものの活動をしていきたいと思います。そこでこの会を運営するにあたっては世話人の方が必要となります。で設立に準備にあたっては品川区の、中では私、それから吉田敦美さん、それからそちらにいらっしゃる元シルバー人材センターの理事もやられていた伊藤一蔵さんに入っていただいておりますので、この3人の他に広く皆様の中で、やってもいいよという人がいればぜひ入っていただきたいと思っております。もちろんこの場で手を挙げて決めていただいても構わないんですけれども、後から言っていただいても結構ですので、ぜひ、参加していただきたいと思います。世話人の方の条件というのは品川区に、住所があるということだけになりますので、その他一切何もありませんので、それから、運営はこの世話人の人たちが基本的に決めて運営していくということになります。今、運営方法について、簡単に説明しますけれども、それから定例会を、開催いたします。大体月に1回ぐらい定例会をやる予定でおります。それから年に1回こういった形での総会をさせていただきたいと思っております。それから会費については当面は会費として徴収するとかそういうのではなくて、カンパで運営していきたいと思います。形ができるまではこのような形で進めていきたいと。それから事業についてやることですね、先生方とこのように伝えていくということでも、選挙の応援っていうのはもちろん大きな、活動の一つなんですけれども、選挙のない時には我々は勉強などいろいろな皆さんの関心とか役に立つような情報、今日の米山先生のような講演なんかも含めてですね、そういったものをやって催して参加していただきたいなと思っております。意見交換会、講演会、あとは街頭集会などが やりたい人がいればやりたいとは思っております。それから告知等についてはネットなど LINE とか SNS を通じて皆さんに配信していきたいと思っております。これまでがここまでが以上が説明となります。あと最後には事務連絡ということになりますが、事務連絡の私でいいですか。はい、事務連絡といっても参加者の方をたくさん募集していますので気軽に参加してください。特に義務を課すとかそういうのはないので、皆様が何かできる政治にちょっとこの辺だったら関わってもいいなとか、お手伝いできるなといった範囲があれば無理しない範囲でぜひ参加していただけたらなと思います。私安倍さんの、選挙手伝った時に感動したことがいくつかあったんですけれども、私仕事してるんで朝しかできないんですね。しかもその始まる時間にもよるんですけど、20分とか場合によっては10分ぐらいしかできない時もあるんですが、もう全然嫌な顔しないで本当にありがとうとか言ってくれて感謝されるっていう、だからそういう雰囲気でやれると、行ける時に行けばいいんだ、それで役に立ってるんだと思うとやはりやりがいも出てくると思いますので、そんな形で気軽といったら語弊があるんですけれども、参加していただければなと思っております。あと今日のこの会場でも女性の方がたくさん来ておりますので、できれば女性の方にどんどん参加していただきたいと思うんです。女性の方の発言をやはりどんどん表に出していくというのはこれから大事になってきますので、せっかく安倍先生も来ていらっしゃるのでどんどんぶつけていってほしいと思います。それ以上が事務連絡となります。はい、どうもありがとうございました。皆さんどうですか。なんかね、やってもらいたいことありますよね。いろいろ困ってることいっぱいあるじゃないですか。家族のこともそうですし、地域のこともそうですし、いろんなことをですね、安倍先生や松原先生や、いろんな方が
お声をいただいてぶつけていきたい、またはこんなことしとれてただけだけど、みんなで勉強しようよっていうことをですね、今日はコロナ対策、先生に、石田先生にお願いしたんですけれど、他のこともいろんなこともやっていきたいと思いますので、ぜひ気軽にご参加いただければ助かります。すいません、ここ5時までなので、はい、そろそろ終わらせていただいて、片付けに関してはそんなに大変なことはないんですけれど、お手伝いいただけたら助かります。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで終了いたします。Zoom ご参加の皆さんもありがとうございました。これで終了になります。どうぞ、終了なさってください。退出してください。今日は Zoom でご参加いただきました。